はい、哲也です。今日はですね、高市早苗氏は大嘘つきかというテーマでお話してみたいと思います。まあ、例 の、 行政文書の問題ね、まだまだ尾を引いてるわけですけども、まあ、最近ですね、高市早苗氏が、まあ、国会の答弁で、まあ、大きな嘘をついたということが話題になってるんですね。その内容をまとめたというか、批判的に取り上げたこのフラッシュの記事で内容をちょっと紹介していきたいと思うんですけども、ちょっと読んでいきますね。ありもしないことをあったかのように書かれている捏造、磯崎さんからの働きかけによって私の答弁が変わったかのように言われていますけど、それも違います。磯崎さんという名前、もしくは放送行政に興味をお持ちだと知ったのは今年2023年の3月になってからです。3月9日改めて捏造を主張したのは高市早苗経済安保担当相だ。高市氏が捏造だと主張する文章は A4 用紙78ページにわたる安倍晋三政権が総務省に対しサンデーモーニング TBS 系など具体的な番組名を挙げた上でテレビ局に圧力をかけ、結果的に当時総務省を務めていた高市氏のとある答弁を引き出したという内容だということでね。これは放送法の解釈の問題について問われた際にですね、まあそんな文章が残されているけれども、その文章についてですね、内容は不正確であると、まあ言ってみれば捏造であるというようなことを高市さんがおっしゃってたんですね。その流れの中での質問ですよね。でそれに答えたものです。でそれに対して名前を知ったのは今年の3月からですというなっているところが、まあ大嘘だということなんですね。ある政治担当記者の話としてこういう言葉を紹介しています。高市氏が総務省を務めていた2015年のことです。これまで放送番組が放送法の求める通り政治的に公平な内容かどうかという点は局が放送する番組全体を見て判断するということになっていました。しかし高市氏は一つの番組だけを見て判断する場合があると答弁し、翌年には停波にまで言及しました。今回の文書にはこの答弁に至るまでのやり取りが克明に記されている。また同じ記者ですけども、立憲民主党の小西洋之参議院議員が国会で公表した、総務省の内部文書です。同文書で中心となっているのは当時の磯崎陽介首相補佐官です。安倍元首相の意向を受けた磯崎氏が恫喝とも取れるような口ぶりで総務省に要求している姿が描かれています。総務省の官僚に対し俺の顔を潰すようなことになればただじゃ済まないぞ、首が飛ぶぞなどという発言もありました。まあ、この記者がこう言っているということですね。しかし冒頭の通り高市氏はこの文章そのものを捏造であると主張した上で磯崎氏との面識自体を否定したのだ。だが2013年大分県で行われた講演会で高市大臣は磯崎氏について細かく言及しているのだ。これが演説の内容をですね記したものなんですけども、また同じ記者の言葉ですけれどもね、 ANN ニュースは高市氏がこの夏磯崎さんにはほんまにお世話になりました、磯崎さんはうちの主人と割と似ていて主人と思って手を振ったら磯崎さんだったことが2回あると発言していたことを報じています。主人と似ていると語るほどの仲なのにその名前を今年3月になって初めて聞きましたとはどういうことなのか、この矛盾にネットでは怒りの声が噴出しているということですね。まあ怒りの声噴出してますかね。まあちょっと読んでみますわ。一度嘘をつくと嘘を貫き通すために嘘の上塗りを繰り返すだけだよ、放送法をねじ曲げに来て官僚に首飛ぶぞと脅したのを知らんわけない、知らなかったら逆に問題、こんなこと言ったかどうかも本当わからないですけどね。2人の長年の親しい間柄は周知の事実なのに高市早苗は大嘘つき、まあ、こういう言葉が飛び交ってますよネットではということなんですけどね。でまた同じ記者がこのように話しているそうです。小西議員が発表した内部文書が事実であるとすれば高市氏の辞任もやむなしでしょう。しかしここまで強硬に高市氏が捏造であると主張できるということは何か別の事情もあるのかもしれません。まだまだこの問題は続きそうです。この意味わかりませんね。何か別の事情があるんですかね。僕は何もないと思いますよね。
事実と違うから捏造だと言ってるだけだと思うんですけどね、なんか含みを持たせたような記者の言葉ですけども、はい、明らかな嘘をついてしまったことで捏造の主張も急に信憑性を失ってしまっている状況だというふうにまとめてますけれども、はい、皆さんこの記事を読んでどう思われるでしょうかね。高市さんはこの批判に対してね、このようにツイートされてるんですよね。ちょっと読んでみますね。詳細な質問通告も受けず即座に答弁する中で日本語が乱れましたと。磯崎さんという名前もしくは放送行政に興味をお持ちだと知ったのは今年3月になってからですの答弁で大嘘つきとの批判ですが、放送法解釈に関して磯崎氏の名前が出ているのを知ったのが今月という意味、磯崎氏は元同僚議員ですということで、ご自分の舌足らずというかね、言葉足らずという面は認めてらっしゃるわけですね。高市早苗さんは、僕はですねこの言葉を聞いた時に、要は放送行政とか、放送法の解釈に関して磯崎さんの名前がこうね、そういうふうないろんな書面に出てきているのを知ったのは今年の3月になってからということじゃないかなと僕も思いましたよ、聞いた時に。前後のね、要するにコンテクストってあるじゃないですか、コンテクスト、文脈、その文脈から見たら、そういうことなんだろうなと。なぜかというと、この磯崎さんというのはね、僕はちょっと調べたんだけど、安倍派っていうかね、要は清和会ですね、当時森派かな、森派の頃に高市さん森派の議員だったわけですよね、今の安倍派の議員だったわけです、もともとね。でその時にこの磯崎さんも同僚として働いていたということ、同じ清和会のメンバーとして存在してたわけで、窮地の中なわけですよ、これはみんな知ってると、ね。それから安倍内閣の時に高市さんが大臣を務めた時に安倍さんの補佐官かなという形で磯崎さんがいたことも知ってるわけですよ。それ知ってることはみんな知ってるわけ、ね、みんな知ってるわけで、今年名前を初めて知ったというのはそんなはずないじゃないですか、ね。これはこの問題に関して名前が出てるのを知ったのはっていう意味なんだろうなと僕は思いましたよ、その、ね、その時に。でもなんかちょっと言い方、この言い方誤解与えるかもしれないなとは思ったんですけれども、もうちょっと丁寧にね、そこは答弁すればよかったんですけど、急に聞かれたことなので感情も高ぶってたかもしれませんし、人間ってそういうことあるじゃないですか。いろんなこう状況を説明した上でこう話さなきゃいけない、名前を知ったというのはこの放送法の解釈とか放送行政に関して、この人が関心を持ってね、またいろんなことを動きがあったというような話を聞いたのは、そういう流れの中で名前を、見たのは初めてだというようなことだったわけですよ。僕はそのように聞こえましたけども、言葉だけを切り取るとね、確かに今年の3月になって磯崎さんの名前を知ったみたいなことになってるので、これはまずいっちゃまずいんですけど、コンテクストを考えたらわかるじゃんって話なんですけどね。僕はだからこの点に関しては、高市早苗さんのこのね、ツイートをリツイートする形でこのように書いています。高市早苗氏が嘘をついているとの批判があるが、単なる言葉足らずだったようだ。本来なら放送法の解釈に関して磯崎氏の名前が出ているのを知ったのが3月と言うべきところを、名前を知ったのが3月となってしまったとのこと。磯崎氏は元同僚議員であることを考えると、この説明は十分納得できる、ね。突然聞かれて、皆さん文法的にね、常に正しいことが言えますか？僕はなんかね、よく主語を外したりね、目的を外したりしてね、よく聞いたと違うことを言ってるように、聞こえることがあるそうですね。この YouTube でもたまにそういうことがあるんですけどもだから、国会答弁とかね、ああいう中で突然聞かれたらですね、文法的に不正確な話をしてしまうことは人間あるわけですよね。ですから僕は言いたいのは、コンテクスト、文脈をしっかりね、考えた上で理解するということが大事なんだと思うんですよ。マスコミなんかもそういう切り取り報道をしないでいただきたいなと思うんですけども、さあそこでですね、小西洋之さん、この、高市早苗さんのツイートに対してリツイートをしてるんですね。このようにリツイートしています。はい、放送法解釈に関して磯崎氏の名前が出ているのを知ったのが今月という高市大臣の主張を維持するためには、それを真っ向から否定する事実が克明に記録された文章を捏造と主張するほかない。しかしこの主張はあらゆる点から荒唐無稽であり反民主的だ。即刻辞職すべきだというふうにね
小西さんのこの文章の意味がよくわからないんですよね。放送法解釈に関して磯崎氏の名前が出ているのを知ったのが今月というよ、高市大臣の主張を維持するためにはそれを真っ向から否定する事実が国名に記録された文章を捏造と主張するほかない、じゃなくてですね、これ捏造なんですよもう最初から捏造というか事実に反するというか不確かなものなんですよね。総務省の精査結果ではね、昨日もお話しましたけど48の文書ファイルのうち26ファイルが作者不明ですよ、ね、誰が書いたかはもうわからないものですよ。それ以外にも、例えば内容が不自然であったり、不一致ですね、事実と異なるものとか、あるいは日時が不明なものだとかね、あるいはその発言者の確認が取れていないものとかね、そういうものがもうたくさんあるわけですよね。それで捏造ということになるわけじゃないですか。高市さんにとっては自分が言ってないこと、レクも受けてないと言ってるし、安倍さんにも電話してないと言ってるわけで、事実じゃないことが書かれてるから捏造というほかないですよね。はい、しかも捏造とするほかないって言ったって、もう総務省が捏造をほぼ認めたものじゃないですか、これね。で、この主張あらゆる点から荒唐無稽でありって、荒唐無稽なのは小西さんの主張の方ですよ。だって捏造というか事実に反する、事実不確かなあやふやなものに基づいて、他人を糾弾してるわけでしょ。これこそ荒唐無稽じゃないですかね。反民主的っていうのは何が反民主的なの、全くわからないですよね。即刻辞任すべきは僕は小西さんの方だというふうに考えるんですよね。皆さんどうでしょうか。僕はそういうふうに考えます。朝日新聞を小西さんは引用してですね、日本の国の基盤を揺るがす発言だみたいなことを言ってるわけですけれども、主張してるわけですけどもね、この朝日の社説は、僕のこれツイートですけど、この朝日の社説は総務省による当該行政文書に関する報告書、作者不明、不自然、不一致、日時不明、発言者の確認なしが多いを読めばまさに粉飯もの、つまり当該行政文書はほぼ捏造レベルだということ、ほぼ捏造レベルの文書を根拠に他人の責任を追及するのは正しいことですか、というふうに僕はリツイートしたんですよね。はい、朝日新聞や左翼メディアや、あるいはこの小西さん一派ね、立憲民主党もそうですけども、なんとかね高市さんを潰したいというもう一心なんだと思うんですよね。それはいろんなね、奈良県知事選とか、あるいは大分の補選とか、なんかいろんな事情が裏にあるということもあるし、僕は一番大きいのはね、セキュリティクエリアランスや、将来的にはスパイ防止法などにつながるような、日本にとってですよ、今どうしても必要なもの、ね、法律、そういった法律や政策を推進しようとする高市さんの目を摘みたい、つまり総理大臣になる目を摘みたいというね、あるいはこういう日本のためにですね、絶対進めなきゃいけないことを阻止したいというね、そういう裏の意図があるんじゃないかなと僕は勘ぐってるわけですよ。はい、で最後ね、ちょっと僕のツイートでまとめたいと思いますが、こういうふうに僕は今思ってます。我々日本人は日本国民のために絶対にやっておかなければならないことを万難を排して断行しようとしてくれている国士、過去高市早苗氏などをくだらない難癖レベルの話で絶対に潰してはならないということを僕はツイートで主張しました。日本にとって本当に大事なことをやろうとしているのは誰なのかね、どういう議員なのか。立憲民主党は国防費も増やすな、安全保障に関することについては非常に消極的ですよね。スパイ防止法なんか絶対にやらないでしょ。それから憲法改正もしたくないでしょ。日本を強くして本当にこの国をですね、外部からの攻撃とかね、そういったものからしっかり守っていくというね、そして健全な日本を築き上げていこうという、そういう人たちの足を引っ張る勢力、この勢力にこの高市早苗さんのようなですね、国士と言ってもいいと思いますけど、そういう人をですね、潰させてはいけないんです。我々日本人がそういうことは絶対にさせないぞと、そういう強い決意を持ってね、これからもいろいろね発言をしていったり行動を取っていかなければならないんじゃないかなと思っています。
あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。